ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきごちそうさまでした。ありがとうございました。いらっしゃいませ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 。ありがとうございました。
え？そう。いえ、うん、で行かれますか。そうですか。またよろしく。募金お願い。ごめんね、急いでいるんだ。病気で手術にお金が必要なんです。おう、いいぜ。やったほらよ。久しぶりに募金。そういえばさっき見てたけど、あんまうまくいってないみたいだな、募金活動。はい、そうなんです。頑張って声をかけてもみんな行っちゃって。まさか一人でやってんのか。両親は？手術のお金が必要だから。お父さんやお母さんは遅くまでお仕事してて。そっか、大変なんだな。だからお父さんやお母さんが来れない分、私が頑張らないと。それに、恵まれない子供たちのためにどうか募金を。募金お願いします。募金しちゃいます。あり
の人たちは私と違って見ず知らずの子供たちのためにみんなでお金集めてるんです。それってすごいことだと思います。だから私ももっと頑張らないと。そうか、えらいなお嬢ちゃんは。ちょっと場所を変えるか。え？闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。ありがとうございます。私めぐみって言います。おじさんは？俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金が集まりそうな場所は。店の前に行くぞ。あ、はい。待った。すまねえ。へえ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いただきます。やっぱりシンプルなハンバーガーが一番うめえな。そりゃまあ王道だからな。最近じゃラーメン屋でも牛丼屋でもいろいろ新メニューを出してるだろ。最初は物珍しくて頼むけど、結局はいつもの定番メニューに帰ってくんだよな。ラーメンならシンプルに醤油、牛丼なら並盛りってか。ええ、それがうちの近所のラーメン屋と来たら、最近カレーにパスタとか出し始めやがってよ。へえ、手広くしたのか。そのせいか定番の醤油ラーメンまで味が落ちやがってな。客も離れて閉店ガラガラよ。へえ。目先の利益にとらわれて基本をおろそかにするとダメってこったな。なるほどな。まあこのハンバーガーがうまいうちはこの店は大丈夫だな。だな。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
意味がない。やるぞ。余裕余裕。よし、行くぞ。またよろしく。どちらまで行かれますか。そうですか。またよろしくお願い。この辺ってもう、すでにコミジョルの島だ。ヤバそうな空気だ。ちょっと何、そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。あ、誰あれ。こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何その変な理屈。ちょっと聞こえてるわよ。誰なんだ、まさかコミジョルの人間か。うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カスカ。いや、どうも。俺の名前は、こんばんは、春日一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。もちろんと来たか。みんな、危ない人じゃねえみてえだぞ。つまり、あんたコミジュルの人間だよな。そうね。え？どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ俺らがここに来た要件も分かってんの。ナオマーがスープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの、そんなものが。多分ね。案内するわ。トントン拍子じゃないの。まあそうだな。美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ、ついてきて。あのさ俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。え？スナックの人たちに頼まれて、ほら、東電の件で。もう済んだ話でしょ。え？そう？いや、それならいいんだけどさそんなに怖がらないで。怖がるってあれ、そんな風に見えちゃってる。大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう、まあたまに言われるんだけどさどいつもこいつもだらしない可愛いな。腰が張るぜ。
なんかずっと人気がないよな、この辺って。カズガ、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジュルの懐の中だな。あ、そんな気がするな。私ももう引き返せねえってことか。どうしたの、ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ。失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わぬ。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね。じゃあさっさと行きましょうよ。分かったわ。なんか女の戦い、おっかねえな。何これ、めっちゃすごい。知ってたか、カスガ。コミジュルは韓国語で蜘蛛の巣って意味らしい。なるほど、納得だね。てか、こんなに電線引き込む意味って何なんだ。ご希望の品はこの一番上よ。おっと、何、何なの。脅かすなよ。たかがゴキブリじゃねえか。俺ん家で見るのよりやけにでかかったから、つい。なあ、みんな、もっと驚くことがあるぜ。え？女が消えた。え？バカ野郎。一番、なんで目離したんだよ。あんたもだろ。おい、静かにしろって。誰かいるぞ。あ、出た！ボウガンだ！コミジュルのやつか。どう見ても歓迎されちゃいねえな。気持ち悪いお目かぶりやがって。なんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。何も言わねえのか。なら次はこっちから行くぜ。上がってこい。よし、行くぞ。
雑魚めやってやるぞ。やめないでくれよ。とっておきだ。俺の番ね。してみろ。やいまやめんな。私の番ね。逃げるなら今のうちだ。おにらもおらにゃおじゅうぼぬかにゃなめんなよ。じゃあの番だな。やってやるぞ。おい来た。見てろよ。およし。ちょっと。おい。おう。ああ。なっちまったか。またいい女になっちゃった。成長を感じます。行くぜ。やるぞ。
ったな。開けてみるか。やったぜ。渡り切ってやったぜ。生きた心地がしなかった。生きてるのが奇跡だ。お、ここか。お、いたぞ。
見つけたぜ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。
いや、ちょっと虫が顔に当たってな。たく、驚かせやがって。それはこっちのセリフなんだけど。開けてみるか。やったぜ。おい、おい、ああ、いいですね、皆さん。お見事でした。お前、ご無礼いたしました。お許しいただけますか。真淵の牢で俺らを助けてくれた。覚えていていただけましたか。嬉しいですね。こないだは助けてくれて、今回は襲おうってか。こちらにも事情がございまして、申し訳ございません。何こいつ、嫌なやつ。ん？イケメンだって褒めてたろ。イケメンだけど、あいつは嫌い。私はコミジュロの参謀を務めております、ハン・ジュンギと申します。ハン・ジュンギ、なんでお仲間に俺らを襲わせたんだ。改めてあなた方のお手並みを拝見したかったもので、彼らにも決して殺すなと念を押しておいたんですがね。だんだん本気になっていくんで、正直ヒヤヒヤしましたよ。笑わせんな。もっと本気出してもらってよかったんだぜ。で、俺らの実力は分かってくれたってか。ええ、あなた方はお強い。でも私一人で十分抑え込める程度かと判断しました。なんだと。そちらのご用件は承知しています。理解が追いついていないでしょうが、なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ。そのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げます。まどろっこしいな。シンプルに言ってくれ、時間がねえんだよ。大事なことですからね。しっかり理解していただかないと困ります。だからバカにでも分かるようにお話しさせていただくつもりです。あくまで親切心からですよ。それで煽ってるつもりかい。バカで結構。俺のことどう思うと、こっちはへとも思わねえ。個人的には好きですよ、あなたみたいな人。ではどうぞこちらへ。完全に舐められてるな、俺ら。言わしときゃいいんだ。ほんとムカつくイケメンよね。美人もイケメンも癖が強いのが多いな。まったくね。その点みんなはいいよね。どういう意味だ。なんでもない。
コミジュル以外でここに入った人間はほとんど記憶にありません。あなた方は特別な客です。ですからもっと喜んでくれてもいいんですよ。なんだこりゃ。これが偉人町における我々のしのぎです。町の防犯映像、潜伏しているコミジル構成員の隠し撮り映像、その他さまざまなカメラを覗き見できるようになっています。ですがこれだけの情報システムです。維持するにはここの自家発電だけでは賄いきれません。そんなわけで町中から盗電してるわけか。ええ、お察しの通りです。偉人町において我々は比較的に新参者でしてね、清流会やハンピン・リューマンとの島争いに遅れを取り、そのおこぼれに預かったのがここコミジュルというわけです。ああ、我々はこれらの映像から導き出される情報を商品として、そして武器として自分たちの身を守っています。身を守っている。コミジュルの勢力は清流会やハンピン・リューマンほど大きくはありません。真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょう。ですから彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーでいることが我々が生き残るための戦略となったのです。バランサー？どういうことだ？例えばもしハンピン・リューマンの誰かが清流会の島に手を出したなら、我々は即座にその情報を清流会に流します。均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げ、その友人家族の居所も敵対組織に渡すのです。そういう活動する我々の存在によって起きた火種も小さな段階で鎮火できます。また新たな火種の抑制にもつながります。つまり横浜は3つの組織の三すくみ状態というよりは、2つの大きな組織とその間を取り持つ情報組織で成り立っているのか。だからバランサーか。そういうことです。ハンピン・リューマンも清流会も我々には感謝しているはずですよ。感謝状をいただいたことはありませんがね。ちなみにもし火種を起こした人間がいたとして、その始末もコミジュルがやるのか。ケースバイケースですが、我々が手を下すケースが多いですね。そして少々痛い目に遭っていただくこともあれば、この世から消えていただくこともあります。あくまでビジネスとしての活動ですがね。じゃあもしかしてマブチももう始末したってことかい？ラオマーはまだご存命です。ですが、あちらのモニターを。え？乙姫ランドの店長の死亡推定時刻、その直前の店先が映っています。ラオマーとその一味の姿も。おお、これはまさに動かぬ証拠だ。俺らはこいつを探してたんだ。もちろん承知してますよ。今の映像を見ればマブチは黒、ハンピン・リューマンの蝶もそう納得するでしょう。は？しかしすぐにはお渡しできません。あなた方にはまだお目にかけたいものがあります。どういうことだ？ご覧になればわかりますよ。なんか雲行きが怪しくなってきたか。しょぼくれた声出すなって。頼むぜ相棒。近くまで行ってもらって結構ですよ。
いつは偽札。エンド偽札だ。また偽札？いや、マブチのとは別口か。どうなってんだ。ラオマーの偽札とは出来が違うわよ。あっちは所詮マフィアの一時しのぎ。少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃう。でもこっちはミクロ単位まで正確に複写する最新の印刷システムで作ってるの。もう会えないかと思ったぜ。寂しかった？いい女が急に消えりゃそりゃ寂しいってもんだ。私もちょっと準備する必要があったの。化粧でも直してたってのか。やっぱりあなた面白いわね。いい感じだわ。ちょっと、ごたくはいいから話を進めてよ。あんた誰なのよ。少し言葉を慎んでいただけませんか。いいのよ。じゃあご紹介差し上げましょうか。はい。何なの。皆さん、こちらはソンヒ、我がコミジュルの総帥です。総帥？この姉ちゃんが？コミジュルのボスは女？マブチの倉庫で妙な紙の束を見たでしょ。箱に詰められた白紙の束。白紙の束、箱に詰められた。ああ、見たよ。あれはとても特殊な紙なの。大陸の工場で成分を調合されて生成されたものをハンピン・リューマンが取り寄せてる。中国で作られてんのか。なるほどね。そしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよ。え？じゃああんたらはハンピン・リューマンの倉庫からあの紙を盗んで日本円を。盗んでないわよ。あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだから。あ？どういうことだ。まずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピン・リューマンに依頼する。出来上がった紙は一旦マブチの倉庫に届く。そしてハンピン・リューマンの人間がここに届けてるという流れよ。ハンピン・リューマンの誰に依頼して誰がコミジュルに届けてくれてるんだ。全てハンピン・リューマンのトップ、チョウよ。じゃあチョウはそれを知ってるんだな。もちろんよ。チョウに黙ってそんなことできやしないわ。あの紙は日本円の偽札の材料。じゃあ人民元の方はどうなんだ。あれもコミジュルのビジネスなのか。それともやっぱりハンピン・リューマンの。そのどちらでもない。え？あれは言うならハプニングね。マブチの部下がある日倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよ。その男はかつては偽札ビジネスを生業にしていた人間だったの。そしてマブチに提案した。あの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作れるってね。マブチはその話に乗ったってまでよ。マブチが考えたんじゃねえってことか。ふん。よその人間をどうこう言うのは気が引けるけど、マブチはそんなに頭の切れる人間じゃないわよ。いい部下を持ってラッキーだったのは事実かもね。チョウはマブチが人民元を作ってるの知ってんのか。あんたから教えてやんなかったのか。教えたわよ。でもチョウはすでに知ってたわ。でも見て見ぬふりよ。だって人民元の製造をやめるように指示したとして、紙の使い道を部下に聞かれたらチョウだって説明に困る。ましてや日本円製造ビジネスはお金になるから長もやめたくはない。それにマブチの会社の維持のため、部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむる。それが長の判断なんでしょう。じゃあ
マブチは同じ紙で日本円が作られてることは当然知らないわよ。しかし知らないこととはいえ、もったいないことしてくれるよね。あの紙は円をするための特注品、オーダーメイドなのに。オーダーメイド知ってる？円の紙は三つまたった植物から作られるの。ただし他の原料や配合、そして製造方法は日本の国家機密なのよね。あの手触りはそうそう再現できないってわけ。じゃあなんであんたにそれが作れるんだ？ある筋からその情報は漏れていた。もう何十年も前に。何十年も前？そんな話警察でも聞いたことねえぞ。でしょうね。あなたじゃまだ若すぎるもん。え？ああ、いや意外と若くもねえんだな。真に受けてんじゃないっつも。そう。だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を。なんであなたは持っているの？一番。お。やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。どこにも存在してはいけないはずなもの。あなたはどこからこれを？我々の監視システムはあなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました。当然その偽札を手にしているお姿もです。ですからゆっくり話を聞かせていただきましょう。我々はようやくその機会を得た。待った。事情は分かったがよ、そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。本当に何も知らないの？本当だ。私が撃てないと思って舐めてるの？いや、やるときはやる人だって思うぜ。念のために聞いてみたのよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。でもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし、そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね。知ってんじゃねえか。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。まあそんなに頭も良さそうじゃないしね。もっと言い方ってもんがあんだろ。でもお前は違うな。なんぼ！俺が何だって言うんだ。お前が偉人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。いつの間にそんな写真を？なのに偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ？難波は村長に俺を手当てするように言われて。それで？じゃあナイチンゲール症候群、看護師が患者に惚れちゃう。あれ違うだろう。お前はこの偽札がコミジルのものだと知っていたな。どうなんだ答えだ。ナンバ、まだ総帥が話し中だ。黙ってちゃ話が進まないよ。お前は誰なの？難波優、41歳、元看護師。あのね、そういうこと聞いてるんじゃ。秋葉翔一は
俺の弟だ。え、秋葉翔一、フリー記者の。秋葉はペンネームで、本名は難波翔一だ。秋葉翔一はあんたの弟。よ、待てや、何の話してんだ。半年くらい前、どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。その名前が秋葉翔一。ところが偉人帳に入り込んで数日後、どこかに消えた。どこかに消えた、とぼけんじゃねえ。その消える直前に俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。コミジロの連中にな。お前ら、あいつを、弟をどこにやった？そうか、消えた弟を探してお前はこの町に。偉人町には肉の壁があると聞かされてた。よそ者がその内側に入り込むことはできねえともな。だから俺は、ホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。あそこからならコミジルを近くから監視することもできると考えて。そうだ、でもずっと何の糸口もつかめずにいた。お前が来るまではな。一番お前は変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも蓋を開けてみりゃ、俺以上にお前は何もしやしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。まあ、お前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃ、これ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンバー、でもこんなことになるなんて。すまん一番、すまんみんな。なんちゃん、お前ら俺の弟をどうした？殺したのか？弟は生きてんのか？死んでんのか？それくらい教えろ！教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。ちょっと待てや。どこへ連れて行く気だ？俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ？
あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。俺がいるのも忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの？人を集めな。やれるもんならやってみろや。さっきの言葉証明してみせましょう。頑張ります。皆さん、トロ臭いですね。なめんなよ。奥の手。ほら、来いよ。やあ、えい。うん、よし、行くぞ。今までよく生きてこられたものだ。舐めると痛い目に遭いますよ。よっしゃ、行く。よっしゃ、行くぞ。自慢されても困ります。捕まったぜ。舐めると痛い目に遭うぞ。どうするかね。ふざけてるんですか？皆さん、とろくさいですね。その程度で自慢されても困ります。やってみろ。はい、チーズ。よし、行くぞ。やめんな。よっしゃ、行く。まだまだ。やめると痛い目に遭いますよ。ほら、来いよ。今までよく生きてこられたものだ。してみろ。皆さん、とろくさいですね。え、本気ですか？行くぜ。抵抗すんな。どうしようかな。
雑魚が。その程度で自慢されても困ります。舐めないでくれる。ほら来いよ。よし。カスガとカスって言葉見せてやるよ。似てますよね。命を絶対に回復だ。ありがとう。よし。その程度で自慢されても困るのか。見てなさい。怪我しないよ。頑張ります。ほら来いよ。奥の手。行きますよ。あどうするかね。やるか。舐めると痛いもの。今までよく生きてこられたものだ。手加減なしだ。よし、行くぞ。取っておきな。自慢されても困ります。やってみろ。これで俺の番か。なめんなよ。怪我しますよ。皆さんとろくさいですね。私に勝てますかね。行くぜ。自慢されても困ります。とっておきだ。社長のパワーだ。どうしようかな。見せてやる。やーえい。どうするかね。やってやろう。手加減なんだ。舐めるとか。舐めんなよ。勝てますかね。見せてやるよ。頑張ります。さあ俺の負けて苦しむがいい。私の番です。やめんな。よし行くぞ。苦しいですよ。
してきなれ。やるもんですね。逃げるぜナンバー。一番立てナンバー、すぐ新たが来るぞ。頑張って。くそ、やってやるよ。やってくれたね、カスは一番。可愛げのあるバカだと思ってたね。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないドSのアバズレだろ。そういうとこが妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな、昭和の女。出ないと痛い目見るよ。修行と参加ロフス、ちょいったんの辻馬。どうしようかな。絶対お前、殴ることもできないのか。
雑魚なめないでくれ。お前殴ることもできないのか。なめんなよ。やってみろ。バカみたいな顔ね。してみろ。なめないでくれ。殴ることもできないのか。雑魚まおじゅうぼにまにゃ。ほら来いよ。俺の番だな。やってみろ。怪我しますよ。見せてやるよ。よししてみろ。とっておき。なるほど。さんを探してることを最初から知ってても、俺はあんたに加勢してたぜ。結果は同じだ。俺はそんなにケツの穴の小さい男じゃねえよ。気にすんな。一番でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツっていうか気持ちは同じだっても。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか。一番しつけえ。早く行け。すまねえ。いや、ちょてきども行かせねえよ。逃げたやつなんてほっといて、もっと俺らと遊ぼうぜ、孫一さんよ。貴様ら、そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。ヒステリックなのは男受け悪いよ、サンヒおばちゃん。この私にふざけた口を聞くな。さあやりましょうか。頑張ります。オデューボニーやってみろ。奥の手飛ばしてやる。ザコ、よし行くぞ。見せ
てやるよ。舐めないでくれる？よし、やってみろ。ほら来いよ。どうする？してみろ。行くぜ。どうしようかな。ザコが見せてやる。やあ、えい、俺の番だな。よい、まあ、やってみろ。死に勝てますかね。ぶちかますぜ。はあ、もう一回ゴロクチだ。俺の番か。トラニャ、やってやる。絶対やる。お手加減なんだ。頑張ります。じゃあ、お前たちの力を見誤っていたよ、春日一番。なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。何？ハン・ジュンギ、まだやんのか。あらった、ナンバヌン、イジンチョエソ、パンデシチャバ。ソンヒ、ナンバは取り逃がしたとのことです。ソンヒ。くっやったね。お前たちは自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったらそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば、異人町は無種の地となり瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。へえ、でもそれってクリーンな街になるってことでしょ。いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。街の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。じゃあそれを防ぐためにあんたナンバーを探し続けるつもりか。当たり前だ。ナンバーまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジュルが全力を挙げて必ず奴を見つけ出す。見つけてどうする？もちろん殺す。どうしても？当たり前だ。じゃあ俺らもやるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り俺らもナンバを助け続ける。じゃあとはお互いの根比べだ。どっちが先に音を上げるか楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろう。まったく、なんて野郎だ。そうムキにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもれねえか。あいつは余計なことをあちこちに言ったりしねえさ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。春日。はあ？今夜2時、中華街の平安楼本店に来い。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンバを生かすも殺すもその人間次第。なんだと？遅れるなよ。平安楼で何があるってんだ。さあな、俺に分かるわけねえだろ、足立さん。夜中の2時までならまだ時間あるよ。ああ、ならそれまでに調べときたいことがある。何？ナンバーホームレスになりすまして半年間コミジュルを探ってた、そういう話だったよな。うん、孫悲はそう言ってたな。
ホームレス街のねぐらにまだナンバの荷物が残ってるはずだ。そいつを調べたいんだ。何か手がかりが残っていればコミジルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか。ちょっと今さら何言ってんの。私も行くに決まってるでしょ。私は大丈夫よ。開けてみるか。開いたぜ。またまだまだどちらまで行かれますか。
そうですか。また。いらっしゃい。ありがとう。私は大丈夫。そうか。
まだいけるわ。ハイパイエーは。アメちゃんどこやったっけ？俺様の流れだ。うちのが安月給でな。
麻雀らしくなってきた。ポン。悩みどころやわ。早いんやね。俺様は天才だ。嘘やん。やってらんねえ。
本。本。てらんねえ。勝負に出たな。調子乗んなよ。わけわからへんわ。開けてみるか。開いたぜ。鍵がねえな。
だまだいけるわ。せんでした。カスカさんですか。僕は牧之原颯太と言います。まあ魔像おじさんと呼ばれる方が多いみたい。
すまねえ。何ですか、あなたたち。へえ、この子がユミコちゃんか。ああ、確かにちょっとおばさんだけど、光飛ばしてごまかせばいいか。むしろこのくらいの方が俺好みなんだよね。お前ほんと熟女好きだよな。なんなの。ユミコさん、最近稼げてないじゃん。だから手っ取り早く金もらえるバイト紹介してあげようと思って。優しいでしょ私。しほちゃん。そういうこと。まあちょろっと過激なビデオに出てもらうけど、その分ギャラもいいからさ。やめて。いやなんだこの声、ユミコちゃん。くそ、どこだ。でかい声出すな。おいカメラ回せ、もうこっから撮っちまうぜ。動くなよ。下手に動くと服だけじゃなくて体まで引き裂いちまうぜ。待て。くそ、間に合わねえ。とぉ、なんだ。やはり何も感じない。道の真ん中でこんなあられもない姿なのに何も感じない。何この変態。ナイスだ窓おじさん。春日さん。なんなんだよこいつら。今大事な撮影してんだけど邪魔しないでくんない。撮影？俺を？ならちゃんと事務所を通してもらわねえとな。誰がてめえなんか通るか。なめてんじゃねえぞおっさん。おい、先にこの変態どもぶっ殺しちまえ。おい、病院のやつはどうしてんのか。してやる。頑張ります。かかってこいよ。してみるな。かかってこいよ。見せてやる。俺の番だな。私に勝てますかね。見せてやるよ。痛めつけてやる。やってみろ。よし。なめんなよ。俺の番か。よし、決まる。こいつ、すげえ。ちょっと、しっかりしてよ、あんたたち。おい。こいつら連れてさっさと失せろ。それと、もう二度とユミコに近づくんじゃねえ。次はねえぞ。はい、すみませんでした。無事か。はい、本当にありがとうございました。あなたも本当に助かりました。別に気にしないでください。死んだってよかったんです。もう何の喜びも感じない体だし、どうせこの先生きてたっていいことなんて。おいおい、そんな言い方。助けていただいた方に失礼なのは承知です。
ですが、死んでもいいなんて言わないでください。あなたに助けてもらって私は本当に嬉しかったんです。すごく、すっごく怖かった。それをあなたは身を挺してかばってくれて私は救われたんです。そんな大切な人の命を簡単に亡くなってもいいなんて言わないでください。ユミコちゃん、痛かった。ん？あの、一度ならず二度も助けていただいてありがとうございました。お礼になるか分かりませんが、これ受け取ってください。あなたもさっきはありがとうございました。叩いてしまってごめんなさい。何かお礼を。それなら、それならもう一回私を叩いてくれませんか。え？さっきあなたに頬を叩かれた時すごく痛かったんです。こんな痛み久しぶりで。すみません。違うんです。私、こんなこと言ったら惹かれるかもしれませんが、叩かれたり踏まれたりするのが好きで、そんなことばっかり繰り返していたら何も感じない体になってしまって悩んでいたんです。でもあなたの一発は効きました。僕のことを心から思ってくれている愛のあるビンタ、本当に痛くて気持ちよかったです。だから、あの素晴らしい痛みをもう一度僕にください。これで。手加減はできませんよ。手加減なんていりません。魂の一発お願いいたします。痛いよ。面白い人。僕は今ものすごく感動しています。こんなまっすぐな立ち筋初めてです。あの、初対面の人にこんなことを言うのはぶしつけですが、毎晩あなたの鞭を僕に打ち込んでもらえませんか。絶対幸せにします。いや、少なくとも僕は幸せになります。まあそうだろうな。どうしよっかな。愛のある痛みに飢える男と愛を与えた女王、あれも立派な愛情の形ってやつなのかもな。店長、あんたが初孫に会える日は案外近いかもしれないぜ。一仕事すっか。楽しませ。やっちゃうよ。どうしようかな。ほら来いよ。ほら来いよ。ザコが。奥の手。行きますよ。えい。よし、行くぞ。とっておきだ。さっぱりしたぜ。よし、違うから。
任務完了。そう、うん、分かった。みんな知らせてくれて本当ありがとね。どうした、サッチャ？怖い顔しちゃって。あ、一番電話なんかあったのかい？うん、またナノハのことでちょっとね、あの子が付き合ってる男のことが分かってきたの。なあ、確か桂川ってやつだよな、経営のコンサルやってるとかって。そう、うちの店の子たちが桂川を探ってくれてたので、さっきデート中の二人をキャッチした。その時の様子がこの写真。一緒にいる男が桂川だな。そう、なんであの子こんなうさんくさいのに引っかかっちゃうんだろう。まあそう言うけど、人間を見た目で判断するのはよくねえよ。じゃあもう一枚の写真見て。二人から少し離れて立っているこのグラサン、こいつは山下って男で桂川の部下というより、はっきり言って用心棒ね。デートの時に用心棒を連れてるってのはさすがに仇とは言いづれか。でしょ。さらに言うと、うちの店の子たちが彼らの話を盗み聞きしてきてくれたの。その内容がマジでもう最悪でさ、桂川は完全にヤバいやつだと思う。盗み聞きした話ってどんなだったんだい？桂川のコンサル会社経営が傾いてるらしくて、あいつはナノハにお金を借りたがってるみたい。いくら？200万。デートで出る話題がでかい借金の相談か。でもまあ、ナノハだって親父さん抱えてんだし、そんなもん断ったんだろう。それがね、父は施設が変わってナノハにも少しだけゆとりができたでしょ。実はもうすでに50万貸してたみたい。なのにもう200万貸せって言われてるの。合わせて 250？ ゆとりができたからってナノハはまだこの先も入り用なんだぜ。それは桂川も分かってる。でもあいつはどこからかナノハが乙姫ランドにいたと聞きつけた。何？それであの子にまた店に戻って稼いできてくれないかって。はあ？あいつはナノハが困っている時に何も援助してなかったくせにね。っていうか、うちの父が体を壊して以来二人はもうあまり会ってなかったの。ところがナノハがソープで稼いだって聞いて、桂川がよりを戻そうと迫っているわけ。そんなの、ナノハだってバカじゃねえ。相手にしなきゃいいだけだろう。ナノハは昔私の反対を押し切ってまで桂川と付き合いたかったんだよ。今はどうなのか知らないけど、あの男のことが大好きだったのは間違いない。200万の返事は保留にしたみたいだけど、最悪の場合またソープに戻るかも。信じられねえな。つか話聞く限り桂川は完全にクズだぜ。自分の会社が傾いてるってのも怪しいもんだ。ただナノハをしゃぶり尽くす気じゃねえのか。やっぱり一番もそう思う。なら私の目に狂いはなかったわけね。
これじゃさっちゃんじゃなくてもナノハのことをほっとけねえ。なんとか桂川と引き離さなきゃ、あの子も親父さんもいいように絞り取られちまう。でもナノハは私の言うことを聞きはしないの。そういうことだったら俺が代わりにナノハを説得するぜ。え、一番が？俺は乙姫ランドの従業員だったし、ナノハは知らねえ仲じゃないんだ。絶対に説得して桂川と引き離してやるよ。待ってよ、ナノハに会いに行っても、なんであなたが桂川のことを知ってるのって問題になるじゃない。それはさっちゃんから聞いたからだろ。私と一番がつながってることがバレちゃダメなのよ。え、だってナノハからしたら私がソープ嬢だったことをお姉ちゃんに知られてるってなるじゃない。そうだったな、すまねえ。でも一番の熱い思いは十分伝わったよ。ありがとう。うまくいくかわからないけど、一度ナノハに電話してみるわね。なあ、頑張れよ。ごめんね一番、私の家族の問題なのに話聞いてもらっちゃって。ナノハは乙姫ランドで一応同僚だったんだ、俺にも無関係ってわけじゃねえさ。ありがとう。どうやらこのままじゃ終われねえな。俺にもさっちゃんのおせっかいが薄っちまったらしい。いらっしゃい。ありがとうよ。